こんにちは、ひかりです。今回は、前回トイプラネットで購入した半分紹介しました。こちらですね。なので残り半分の袋をこちらね見ていきたいと思います。もうちょっと順番がねバラバラなので、あ、でもね多分ね前半これやったんだけど後半の方が量多いわ。完全にあの小物が多い。1個100円ゾーンだから、うん、あの指人形とか買ったんですよ結構。だからね結構多いですよ数で言うと。はい、じゃあね1個ずつ丁寧にっていうかサクッと紹介していきます。まずこちら、あのサイズが大きいバージョンの方のグレンファイアですね。グレンファイア、はい、これねミラーナイトもいたんだけど、ミラーナイトはちょっと状態が悪かったんで失礼しました。で、これ状態が悪かったんで買いましたね。レオ、これ大きいサイズのレオですね。で、これもね、まあ状態は形がいまいちなんだけど、まあ状態良かったんで一応アストラも買いました。あとは、あ、これですね、メビウスのバーニングブレイブんかな。あ、じゃあフェニックスブレイブだ。これラストのモードだ。これエンペラ星人と戦わせたいですね。で、これティガですね。ティガの、何タイプだっけ忘れちゃったけど、まあ、パワータイプのやつだね、ティガのね。で、まあ、ソフビ系、あ、あとこれですね。これよくわかんない。ちょっとちっちゃいんだよね。はい。あの、ちっちゃいエースの、なんか、これ偽物のやつかなわかんないけど、なんか、偽エースかなわかんない。こんな感じのやつと、あとはソフビ、まあ、これはね、ウルトラマンの、 あの対決セットのソフビのチブル星人ですね。指人形みたいだけど、一応ソフビという扱いにはなってるんだとは思います。はい、で、装備系だと、タイラント、これね、最近のタイラントですかね、2017年のタイラントです。ちょっと足が歪み気味、うん。まあ、100円だったのでね。あ、値段言ってないやつ、大概100円ですね。値段ついてないやつ100円。で、これ名前なんだっけ忘れちゃったな、これは。メビウス出てきたよね、確か。これも100円でしたね。メビウスだっけ確か出てきた。で、これね、はい、ジュオーザワールド。はい、100円。これちょっとね、ゴーバスターズ、最後まで見てないからわかんないんだけど、まあ、ゴーバスターズのレッドバスターが、なんか、強化スーツ。強化バージョン。はい、これはわかる。はい。五星ブラック。はい。の、なんだっけ、スーパー五星ブラック。うん。かっこよく。状態良かったから買った。状態良ければ買うかな。うん。あ、で、これグビだ。だよね。これ100円でした。これ結構最近のだよね。あ、最近のではないんだ。あれ？じゃあ、最近のはまた別なのかな。あと、ウルトラマン系はこれですね。名前忘れちゃった。なんだっけ。ちょっとあのね、今日かこれ好き。これ結構このソフビ好きなんだけど、もうこれライブ戦廃止された後だね。うん。これも100円でした。あ、あとまたかよって思うんだけど、これね、あの、ハイパーセットのですね、あの、ギガントの、にセットになってるイマーゴですね。これ3体目なんだけど、ギガント2個持ってて、これイマーゴは3体目なんだけど、まあ、またギガント見つけた時にこれでセットになるように買いました。で、ウルトラマン系はこれですね。また買っちゃいましたよ。はい。ネクサス、アンファンスだっけ？これ、廃盤になったやつで結構手に入れづらいらしくて。まあ、ライブサインもあるんでね。まあ、普通にかっこいいから買っちゃいました。100円だったね。で、あ、あとこれですね。仮面ライダービルド。ビルドで、もうビルド、こんな安くなってんだと思って。100円でしたね。これ、ビルドだよね。ビルドだよね。ビルドってもうこんな安いの。まだビルドやってるよね。なんでこんな安いんだろうとか思ったけど、まあ、100円でした。で、あ、これですね。はい。ミクラス。ウルトラエッグも今もう大体100円で売ってますね。うん。かわいい。で、装備。あ、装備ね。これね、ロボの装備とか結構好きで、こういう。真剣者のロボなんだけど、の装備ですね。こういう装備もね、100円で売ってます。で、あと指人形系を結構じゃあ買ったので紹介しましょうかね。はい。はい、青いゼロね。青いゼロと、ウルトラマンゼロ。これ全部さ、ウルフェスでしか売られないんだよね。ウルフェスか、あとなんだっけ、あの、ウルトラマンショップでしか売られないんだよね。よくこんな出回ってるよね。なんだっけ、これ。ウルトラマンゼロ。なんだっけな。なんとかスラッガーランス。スラッガーランスだっけ。はい、次こちら。あ、クリアの赤いゼロ。うん、かっこいいね、これね。かっこいいやつを選びました、とりあえず。いいなと思ったの。で、金のウルトラマンかな。これジャックじゃないよね。ウルトラマンだよね。金だったから買いました。はい。まあ、特にレアとかではないと思うんだけど。はい、ウルトラマン。また同じだ。1個100円なんですよ。ちょっと高いよね。まあ、定価から考えると高いけど、まあ、状態もいいんでね。これ、揃いましたね。赤と。お、なんかいました。そう。ウルティメイトゼロだっけ？ん？違うわ。ん？なんか、あ、これなんだっけ？偽物のね。あの、あいつですよ。流しちゃった。で、これもラメってたから、ティガ。かっこいいなと思って買いました。ちょっと大きいね、これ。あ、大きくないか。
最後ね、これだけはちょっとマジで分かんなくて、一応ね指人形コーナーにあってつぶらやプロって書いてあるんですけど、2011年のやつで、これはあ、これもしかしてあれじゃね、ウルトラマンサーガン出てくるさ、あのチーム U のさ、あのロボじゃね。やったー、今気づいた、サーガンの俺が大好きなやつだった。あ、やったね、ラッキー。あとは、108円だったので3体購入しました。はい、縦横麒麟まあこれ好きなんですよ、武器になるからね、他のロボにも持たせられるっていう意味で結構使うんですよ僕これ。だからまた3個あったんで買いました。でこれですね、かわいいガチャポンのなんか丸まってるやつで肛門が出てるんだけど、丸まってるシリーズ、これ1回200円のガチャポンなんだけど、まあ100円だったんで、まあ、あの回したかったんだけど本当はガチャポン、これなくて全然近所に、だから来ました。次はねこちらですね、できるでしょこれ、はい、シュライヒの動物ですね。シュライヒっていう、まあ日本でいうアニヤみたいな、シュライヒ、はい、まあアニヤよりもっと歴史あるのかな。シュライヒのこれなんだ、トナカイかな、わかんないけど、まあ超出来良くて、まあシュライヒのね、あのフィギュア欲しいなと思ってたんでね。次、これもシュライヒだよね。うん、シュライヒって書いてあるかな？うん。え、待って、ちょっと待って、これシュライヒじゃない？ほんないかもしれない。あ、これシュライヒじゃなかったかも。ちょっと、シュライヒじゃないかな？わかんない。シュライヒじゃないかもしれないけど、まあ、可愛かったんで。はい、カンガルー。結構ね、動物のフィギュアね、あの、もうね、ブランドとか見なくてもね、パッと見で大体ね、いいやつか良くないやつか分かりますよね。これは完全にシュライヒのキリンですね。まあ、定価もね、800円ぐらいで安いやつなんですけどね。まあ、100円だったんで。まあ、今度 Amazon で普通にね、新品で買おうと思ってます。あの、シュライヒは。うん。これはね、シュライヒじゃなくてね、ファボリットコレクションっていうシリーズかな？のステゴサウルスですね。これすごい出来が良かったんで買っちゃいました。うん。本当はシュライヒかアニヤかな、うんで、なんか統一しようと思ったんだけど、まあできるよねと思って買いましたね。さあラストですね。これもう意味が分かんないんだけど、これですね。これシュライヒかなと思ったけど、シュライヒでもないし、なんかすごい出来いいじゃん、これ。これのステゴサウルスもいたんだけど、あんまね、それは出来良くなかったから、こっち買いました。これなんとお腹にこうやって、こんな感じで、結構長尺で鳴るんですよ。これが結構気に入りまして、サイズもこう手に握って、この大きさね、まあ遊ぶときすごい遊びやすいなと思って購入してみました。ということで、今回購入したのはこちらですね。はい。まあ2回ね、動画に分けましたけど、今回は袋2つ分ということで、これでね、まあちょっとお高いけど7700いくらとかだったかな、確か。ちょっとね、やっぱお高い、まあ100円のものっつってもこれね、西、ローや、これだけで800円とかね、で、1000円、2000円、3000円、4000円とかなっていくから、で、あの辺にね、1000円の装備とかあったり、まあ、これも1000円弱でしたり、500円とかいろいろあるから、まあ、7000円ぐらいいっちゃうんだけど、まあ、でも、こんだけおもちゃ変えて、まあ、7700円、どうかな、みんなどう思います？俺はね、もう、なんだろうな、今回は、土曜の朝一で行ったの、ほんと、開店10時なんだけど、トイプラネットって。10時ぴったりに行った。っていうか、ぶっちゃけ3分前ぐらいに行った。そう。で、ちっちゃい女の子一人だけ並んでたんだけど、俺はまあ、普通にまあ、ふらふらっと入ったんだけど、まあ、そんな感じで。だから結構ね、商品が豊富でしたね。なんか、荒らされてなかった。あれへんとかね、すぐ売れると思うんだよね。あと、これとか入荷したてだったし、これは、あの、ぶっちゃけね、あの、この100円コーナー見て、これなかったわけ。そんな店内一周して、もう一回行ったらあったから、多分、その品出し、その間に品出ししたみたいで。これ多分今人気だよね。ちょっとね、色あせはしてるんだけど、もう、うん。出たら即売れしちゃうでしょ、これはね。再販かかってないからね、これはね。他の、エイティとか、あの、キングとか、アストラは再販されたんだよね。これもね、再販すればいいのに。あと、ナイスが再販されてないのか。まあ、再販の前に早くパワードとかゼアスとか、出してほしい。いや、パワード出してくんないとさ、昔のパワードしかないの。まあそんな感じですと。はい、嬉しかった買い物、今回嬉しかった買い物なんだろうな。なんかね、ウルトラマンのこの装備、あ、じゃなくて指人形はもう、ウルフェスとかでしか買えないから、もう、
ね、トイプラネットで結構大量にどこでも売ってるから、うん、まあセールの時にも買おうかなと思ったんだけど、まあ100円でも安いから買おうかなと思ってたら、前 X とかあってすごいいいなと思ってスルーしちゃったんだけど、今回はね、ゼロのウルティメイトゼロだっけ、ゼロスラッガーランス、ウルティメイトゼロ、これとかすごいかっこいいよね。ほらこういういいですね。なんか今回ゼロ系が多くてさ、嬉しかったね。このクリアゼロとかさ、この辺とか絶対ウルフェスとかでしか買えないからね、普段はね。あとあんまりね、トイプラネット以外のお店にはね、あんま見かけないんだよね。うん、でもトイプラネット行けばね、大量に売ってるからそう、だからね、いつでも買えるけどね。まあちょっとこう、あーでも今回怪獣のソフビが、あ、ソフビっていうか指人形忘れちゃったな。うん、これは嬉しかったね。これね、3体欲しいよね。これはね、また見つけたら速攻買います。よし、かっこいい。これ5000ブラック、スーパー5000ブラック買っちゃったから、このでかいサイズの。これはね、5人揃えるしかないよね。もう5000ないとは思ってるから、スーパー5000ね、レッドとかピンクとか全部揃えなきゃいけなくなったね。これは辛いとこだね。ジオーザワールドも手に入っちゃったっていうね。まあ、ジオーザはほぼ持ってるんだけど、あとこれも、あ、これはね、結構なんか普通にかっこよかったから、このちょっとした武装がね、うん、よかった。ほんでこれとかね、結構映画見た時すごい欲しかったから、欲しかったやつで、グレンファイヤーかっこいいんだよこれね。映画で、あのゼロの映画で出てくるんだけど、ミラーナイトとかと一緒に、うん、これ結構ね、本当はこれをアマゾンで買おうと思った時期があって、めちゃめちゃ高いんだよこれ。もう今売ってないからね。まあ、これとかもね、タイランドとか結構最近だもんね。あのね、これジードのやつだもんね。2017年の7月だから、ジードに出てきたタイランドでしょ。よくもう出たよね、中古で。でこれがもうこういうね、結構雑な感じのさ、おもちゃ好きなんだよね。そう、繊細なおもちゃもいいけど、なんかアメリカンのおもちゃいいよね。よし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 、ということでね、このおもちゃはね、どうするか、課題ですね。どうするかっていうか、ちゃんとしまわなきゃね、値札とか取ってね。で、またなんか一つ一つ調べて、なんか単体で紹介したい、特にパワードゼットンとかさ、あのこのベリアル様とかさ、なんか単体で紹介できればいいなと思うんで。あとは遊んでる動画とか、みんなおもちゃ買ってもさ、どう遊んでいいかあんま分かんない人意外と多いんじゃない？多くないか、まあ、多くないと思うけど、まあ、俺をこうやって遊びようみたいな感じの遊ぶ動画とかね、まあ、いっぱい作ってるんでね。よかったらね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではね、長くなっちゃったんだけど、購入紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あ、噛んだ。最後噛んだ。バイバイ。Please subscribe.